よろしくお願いします。準備はいいか？
ろしくお願いしますね。始めるぞ。さて、参りましょう。Yeah.
あの、じっくり見ていきな。ビシッとな。いらっしゃせ。またどうぞ。ああ。そうね。うん。おい。
ろしく。せやな。ありがとな。ねえ。へえ。
Hey!
Thank you.
Thank you.
Ah!
断するなよ。
レバThank you.
Thank you.
でも。おい。いや、もしかして、え？やっぱり、おいさ、ラティエ、久しぶりだね。元気にしてた？エヴァン様もご無事で何よりです。兵士が噂をしていたのでもう捕まってしまったのかと。エヴァン様、この国に続けるのは危険です。心配してくれてありがとう。でも僕は王としてゴロネールと同盟を結ぶために来たんだ。ですが同盟関係は難しいかと。ゴロネールはいわば鎖国状態ですから。そう聞いてはいるんだけどね。ラティエはこの国の現状をどう思う？このままだとゴロネールのみんなは。エヴァン様のお気持ちはわかります。私は中大院様はきっと目を覚ましてくれると思っています。ラウゼオ様もきっとそう思っているはずです。父上が？ラウゼオ様はマウ族への差別を和らげるよう手を尽くしてくださった初めての王でした。マウ族である私がラウゼオ様の次女となれたこと、そして中大院様が大臣に選ばれたこと、ラウゼオ様以外の王では考えられなかったでしょう。でも中大院は父上がマウ族を操るためにやったことだと思っている。そんな、中大院様は誤解しています。ラウゼオ様はニャウ族とマウ族の溝を埋めようとしていたのです。いえ、ただの侍女に過ぎない私の言葉よりヘバン様の目でラウゼオ様の真意を見てもらった方がいいですね。ラウゼオ様の手記を探されてはどうでしょうか。父、うん、それはいい考えだね。いいえ、お力になれて嬉しいです。どうか道中お気…なあ。うん。ねえ。よし。Thank you.
中大院、私がお前を大臣に選んだ日のことを覚えているだろうか。私が指名した時、お前の決意に満ちた目を見て私は確信したのだ。お前とならマウ族とニャウ族の確執を埋めること。私の思いはあの頃から変わっていない。中大院、you
おい。うん。はい。いや、ね、ニャウ族とマウ族の長い因縁の中で今回のクーデターを、でもこれ以上2つの種族の争いを続けたって意味がない。ニャウ族とマウ族の争いはここで終わりにしようよ。お前みたいなお坊ちゃんに何がわかる。我々の長き ようやくこの手でニャンダールの血を絶やすことができる。ずっとこの日を待ち望んできたのだ。どんなことがあろうとコロネール王国は渡さんぞ。チュアーコイエヴァン、ここで終わらせて。
二代にわたって私の悲願を邪魔するか。忌まわしきニャンダール。中大院、これ以上君と戦いたくない。いや。中大院様、その者たちを殺さねば我々マウ族の真の自由は訪れません。そうだ、自由。マウ族の真の自由を。中大院、ダリシンの言うこと。ニャウ族は皆殺しだ。イデオ・ベルガシン。私の新玉戦は、貴様何者だ。この国は随分と手こずらせてくれたな。やりましたぞ、ハムナルナハルデルグナ。ダリシン、すみませんね、中大院様。ラウゼオ殺しという大役を押し付けてしまって、ラウゼオの言葉より私の嘘を信じてくれて朗読として本当に嬉しい。あのお優しいラウゼオ様が中大院様を利用するわけがないじゃない。あなたに吹き込んだことは全てはダリシン。人とはそもそも裏切るものなのですよ。あ、さあハムナル様、これで約束通りこの国を私のものに。そうだな、約束通り褒美をくれてやる。ダリシンに何をし、人とは裏切るものなんだろう。全く苦労した。国王はおろかその腹心にすら我が術が効か、ようやく聞いたのがこんな下っ端とはな。おかげで、だがこれで私の悲願は達成される。破壊神に落ちてしまったか。中大院、僕も協力する。ベルガ神を沈めよう。あの厄介なもんを
しとんな。花粉に当たらんように花本体を攻撃するんや。Yeah!
ねえ、これはこんなにもラウゼオ様は私を、それなのに私はあの方をこの手で。重大、久しぶりだな。国王陛下。何も言うな、重大。私は二つの種族の溝は深かった。いつかはその隔たりをなくさねばならないだろう。それが一歩前進したのだ。私はどちらかが支配するという形ではなく、共に手を取り合う日が必ず来ると信じている。それを重大にお前に託したい。ラウゼオ様、なぜですか？なぜあなたを手にかけた私を信頼されるのです？私は常にお前を信頼していたぞ。私以上に先を見抜く力を持ち、何事も正確にことを運ぶ。王としての少し慎重すぎるところもあるが、それはこれから王として歩んでいくことで。ラウゼオ様、私を。ゴロネールは私の愛する国だ。中大院、お前に。ラウゼオ様、御意。では中大院よ、私は先に行っているゆえ、再会の折には良き国。ラウゼ王様。さらばだ、中大院。ゴロネールの本当の王となれ。そしてこの。お任せください、ラウゼ王様。中大院、僕は新しく生まれ変わるゴロネール王国と。分かっております。それが我が主ラウゼオ様のご意志。ありがとう、中大院。力を合わせ。大きくなられましたな。私は種族の隔たりを超え、全ての人にとってこのゴロネールがエスタバニアの王よ。あなたのお望み通り、ゴロネールは約定をと。手を取り、裏幅の約定を結ぶと誓おう。
共に守ろう二の国を。それからのゴロネールは驚くほど変わった。ゴロネールはニャウ族に対する圧政をやめ、ニャウ族に再び平和が訪れる。ニャウ族は差別意識を改め、マーウ族は憎しみの気持ちを忘れることにした。長い間続いた差別意識はそう簡単にはなくならない。しかし少しずつ溝は埋まっていくだろう。よくやったね、エヴァン。ついに君はブラハバンの約定をやり遂げた。ありがとう。中団員と和解できて本当に嬉しいよ。でもベルガシンの新玉線が奪われてしまった。ハムナルは。エヴァンなら大丈夫だよ。この試練をきっと乗り越えられる。これから二の国は一つにまとまっていく。よかったよね。うん。でもまだ終わりじゃないよ。ここからが大変なんだ。